口を大きく開けてブラシで一本一本歯を磨いてもらうクジラ。明日から始まる歯と口の健康週間を前に、和歌山県太地町にあるクジラの博物館では3頭の小型クジラの歯磨きが行われました。クジラそれぞれの歯の数や形に合わせて大きなブラシを使い分けます。地元の園児たちも職員にやり方を教わりながらクジラの歯磨きを体験していました。園児皆さんとっても興味深く見ていただいて、きっと歯磨きしたいというふうに思ってもらえたと思ってます。楽しかった。歯磨き頑張ります。クジラの歯磨きは今月10日まで1日3回行われます。